け。沖田さん、遅かったね。鬼が来ているんだろう。無理はやめてください。斉藤さんが戦ってくれています。うるさいな。僕の腕は衰えたわけじゃない。人の声を無下にするような真似はよくないですよ。カオルさん、これが本来の私の姿。なるほどね。君男だったんだ。どういうことですか？性別を偽っていたのが不思議そうだね。性別を偽っていたのも、ここに現れたのも、すべては唯一の目的のため。それは自分の妹を救い出すため。妹？お前のことだよ、千鶴。わからないのも無理はない。両親が死んだ時、お前は子供さんに連れ出され。ちょっと何？私は土佐藩の南雲家に。なんで演歌なの？引き取られ、離れ離れになってしまったから。この人おかしいよ。そんな私に兄が、ちづるちゃん、そんな私に兄が、そんな私に兄がいたなんて。この顔が何よりの何よりの証拠。そしてこの刀、君の子たちに似ていないかい。本当だ。そんな私に兄が、そんな私に兄が、そんな私に兄がいたなんて。この顔が何よりの何よりの証拠。そんな似てないと思うけどね。そしてこの刀、君の子たちに似ていないかい。